南雲風花です。今回はじゃーん、9点目代わりでちょっと最近気になったものを購入してみました。ちょっとメイクしながらやっていきたいと思います。じゃあ一つ目買ったのはやっぱ目代わりといえばパック購入しました。でなんか人気みたい。これなんか可愛いよね。でもさ、5枚で1700円って高くない？見てこれ、私なんで、え、なん、多分花粉とか季節の変わり目かな。なんかすっごい肌荒れが、レビューでね、ニキビが出づらくなったとか、保湿力がめっちゃいいっていうレビューがあったからちょっと買ってみました。熱いよ、分厚い、いい感じ。高いだけあるね、ちょっともったいない。はい、これで10分待っていきたいと思います。取ってきます。なんかね、パック特有のちょっとザラザラ感とか全然ない。もうもちもちで、あ、気持ちいい。私が選んだやつ、肌荒れを防ぎながら毛穴ケアまでできるやつで、うんーと思ったのが、毛穴ケアしたいけど、ここの一番気になる赤みが、カバーが少なかったのかなーって思うところだけかな。でも蜂蜜あるみたい。保湿力が一番高そうな蜂蜜も使ってみたいな。私は今回は草を使いました。はい、次。はい、お次はこれも高かった、9点の目代わりで高いパックを買ってみようと思って、じゃん、泥マスク買ってみました。バイアウアの水分が必要なお肌で、黄色がくすんだ肌で、赤が毛穴ズバリ。私は今日黄色にしようかな。めっちゃ楽しみ。お、すごー、なんか紙になっとるよ。わお、これ鼻もしっかりカバーできて、本当に泥塗った感覚、もう見た目もそうよね。バイバーイ。時間経つば経つほどこの密着力がすごくて、なんか調べるとその泥が皮脂とか落ちきらんかったメイクとかの老廃物を吸収してくれるみたい。じゃあ取ってきます。うん、もう本当に泥みたい。思ったよりすぐ取れて、す、もちもち感すごい。え、めっちゃいいかも。私さっきのアビブパックと、どっちもいいけど、みんなにどっちかって言ったら絶対こっちかも。私正直めっちゃ高かったけど、保湿感、なんか赤みも消えた気がする。え、めっちゃいいこれ。しかも種類が自分の肌に合った種類が結構多くて、泥パックなのに種類が多い。めっちゃいいこれ、おすすめです。次、今回買ったやつじゃないけど、ちょっとメイクしながら紹介したいから、じゃあ私の大好きな、もういつも使ってるヒンツのトーンアップベース、こんな感じでピンクなんやけど、 SPF50 でコントロールカラーやから、色がはっきりついとるから、しっかり保湿してあげた上の方が塗りがいい。はい、塗ってみるとこんな感じです。ちょっと明るくなるの。広げたら使ってない面でこうやってトン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 ってしてなじませる、余分なやつを取る。じゃん、私このサイズにびっくりした。テルテルのクッションファンデ、私テルテルのクッションファンデ初めて使う。そしてこの小ささ、え、クッションワンデでこの小ささはすごすぎ。これ好きな方さ、お直しとかでもいいね、買うの。韓国のね、友達がこれめっ、これいつもこれで、このピンクで、これが一番好きって言っちゃった。あー、かわいい。ちーちゃーい。あ、でもしっかりつく。おー、これ話題になったのが、72時間上質なツヤが作れるっていうので話題になったけど、あ、めっちゃいい。はい、塗ってみるとこんな感じです。ニキビ部分はね、こんな感じあるけど、そんな目立たないっていう感じかな。もう一つはじゃん、韓国のメイクアップアーティストさんが作ったやつかな。なんかこれも友達に教えてもらった、めっちゃいいって。スパチェラ、今流行ってない？スパチェラ、こうやって薄くファンデーションをね、こうやって薄く伸ばしてから、さっき使っとったスポンジでポン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 ってなじませるみたい。でもこれちょっと高かった。スパチュラそんなもんかな。1900円。じゃん、前回の9点で買った、あ、これも SPF30 やって、これもカバー力がめっちゃすごい。こうやって伸ばすみたい。薄っ、すごっ。伸ばしていきます。こうやってまじまじ
見るとやっぱりこっちの方がちょっとだけ色は赤みは消えたけど、こっちの方がちょっと厚塗り感があるかな。まあ、そんな分からんけど、こんな感じです。次はこれも買ってないけど、クリオのハイライト。全然なくならん、これも。これも全然なくならん、本当に綺麗。ちょっと眉毛だけ描かせてください。チークは 3CE で買ってみました。あ、結構思ったより発色してくれる。ごめんなさい、これから用事で外に行かんといけんから、あのちょうどねこのテリトリーのファンデーション72時間マスクにも強いって言うから、ちょっと検証していきたいと思います。行ってきます。ただいま戻りました。すっかり3時間ずっとマスクしてて、おお、ちょっとだけ若干やけどほぼついてない、調子良いです。続けます。見て、アミューズのアイシャドウパレットがめっちゃ可愛いの。全部ねラメ感が入った色で、私は01番を買ってみました。これにしてみようかな。うん、可愛い。めっちゃナチュラルやけど、ラメもそんなない私のタイプなんですけど、かわいい。うん、いい感じ。お、見て、磁石。え、いいやん、めっちゃ。クッションファンデをさ、ちょん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 ってつけて、下まぶたをなじませる。もうちょっと明るめのこのキラキラを、さっきもねこれくらいラメラメかなと思ったら、ちょうどいいラメラメ感で普段使いしやすい。よし、次はじゃん、ミルクタッチのマスカラブラウンを使っていきます。私ブラック持っとるんやけど、めっちゃいいよねこれ、本当にダマにならない。え、ちょっとどれくらいダマにならんか見とってください。今から10回以上をやります。1、2、3、4、5、6、7。すごくない？ブラウン感がさ、ナチュラルでいい感じです。次はじゃん、マスカラコームを購入しました。すごい高級感、高かった、高かったです。なんかねこのブランドと同じブランドでめっちゃ良かった。さっきのさミルクタッチはそんなにダマがつきにくいからそんなやと思うけど、見てこのダマを取るだけで一気にまつエク感が、まつエクしとるように見える。下まつげが一番ダマになりやすいから慎重に。マスカラコームさ、いろいろも使っとったけど、なんかやった感がわからんくて使わんかったことの方が多いけど、めっちゃいい。これがしっかりしとる分めっちゃ取れる。おすすめです。これ買ってよかった、高かったけどね。 3CE のリップ、このシリーズが私大好きで、見て可愛くない？出してみるとこんな感じです。なんかさ、しっかりついてくれるけどそんなにはっきり発色がないところも可愛い、いい感じ。次はじゃん、つけまつけてみる。まつげも地まつげも伸ばしたいけど、あのまつエクも本当はしたいけど、でもそんなあのする自信、そんな勇気がなくて、これやったらまつエクっぽくて、私は 0.9 ミリにしました。10ミリとかいろんな長さ、茶色とかもあってよかったよ。あ、こっちか。それね、つけるのりがめちゃおすすめなのがこれみたい、デュオのまつげのり。これめっちゃ取れにくいらしい。バイバイ。こんな感じでのりつけました。なんかちょっと透明になるまで、ちょっと束になってて、違いわかる？なんか結構3、4束こっちにのせてみた。え、めっちゃナチュラルじゃない？え、いい。下まつげも欲しいな、これ。最初ちょっとむずい、私3、4束無駄にしちゃった。だって私今つけまっしとるけどめっちゃナチュラル、いい感じ。アイライナーをちょっと引いて、
今日のメイクさ、リップもそんなきつくないからなんか柔らかいけどちゃんと作り込んでるっていうメイクじゃない？え、いい感じ。え、結構いい買い物をしました。全力でおすすめします。最後にじゃん、フレッシュ日焼け止めスティック2つセットで1650円のやつを購入しました。私さ、スティックタイプ初めて。なんかどうだろう、初めてするよ。みんなどう？減り早いとかありますか？あ、こう？おお、いきます。あ、なんかバター溶かしとるみたい。匂いもいい。そんなきつくなくて、日焼け止め特有の匂いじゃない。あ、いいね。あ、え、サラサラする。これ本当についとるんかなっていうぐらい軽い。なんかサラサラしとるよ。あとこれ透明やよね。色ついてないから、車のレザーとか足シートとかドアとかさ、白くなりがちで、私日焼け止め塗ってそれが本当に嫌で、これ絶対透明、うん、透明やからめっちゃ良さそう。で、首にも塗れんじゃん。いいやん、買ってよかったです。みんなもなんかおすすめのスティックあったら、多分すごい減り早そう、めっちゃ使って、あったら教えてください。かわいい、ネイルと一緒。ね、今回のさ、購入品結構良くなかったですか？いつもはいいって言っとるけど、今回本当に良くない？これとかすごい、どこにもなくない？このサイズのさ、あのクッションファンデ、こういうの探しとったよね。はい、今回は9点の目変わり、すみません遅くなって。クッションファンデもすみまったやし、作り込んでるけどなんかナチュラルな柔らかい雰囲気に仕上げてみました。まつげが長いのがポイントです。よかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。